と思ったつやです。今回ね、一度基本に戻ってみようという話をしていきます。いろんなね、自分を元気にする方法だとか、学びとかいろいろあると思うんですけども、その中で、いろんなテクニックみたいなものが世の中にたくさん流れていて、それをインターネットで調べたりとか YouTube で聞いて実際にやってみようっていうことがあると思うんですよ。でもそれよりももっともっと王道と言われるもの、もっと基本的なもの、例えば元気になるとか健康的になるとか、ダイエットとかそうだけど、運動しようとか食事制限をしようっていう方法があるよね。でそれ以外にも最近だと、いろんな、断食みたいなものがあったりとか、それ以外のサプリメントがあったりだとか、そういう細々としたテクニックがあると思うんだけども、一旦その細々としたテクニックを使う前に、王道のやり方、しっかり運動する、しっかりちょっとずつ食事制限するとか、そこをね試してみてほしいんですね。これなんでねこの話をしているかっていうと、特にその健康業界って新しいサプリメントが出たよとか、新しいその解決方法が発見されましたみたいな記事が出てくるんだけども、実はその方法って実は怪しいんじゃないのっていうことがよくよくあるんですよ。でそういう風な方法を続けていてあまり良くならなかったなってなっちゃうともったいないから、せっかく皆さんそれぞれが取り組んでるのにね、一生懸命頑張って、でもそれでうまくいかないこともあるから、そしてその方法っていうのは結構お金がかかることが多いから、その方法ではなく一旦王道のもの、皆さんが、例えばメンタルを回復させようと思うんだったら運動する、歩くとか、食事しっかりとるとか、睡眠をしっかりとるとか、そういったところでね、勉強するんだったらしっかり本を読んで、ノートに書いてみるとか、そういう王道と呼ばれるもの、今までこれが正解だよって言われたものを一旦やってみるとか、そこにね着手してほしいと思うんですよ。もちろん僕がよくその紹介してる呼吸だよね、メンタルを安定させるのに呼吸がおすすめだよってよく言ってるんだけど、その呼吸とかもそうで、人間の仕組みを使っているものだからいつの時代も変わらないし、とても効果的なんだけども、呼吸って身近にありすぎて、もっといい方法あるんじゃないのって考えてしまうよね。もっといいお薬があるんじゃないかとか。でも一旦その呼吸をまずはやってみる、基本にね疑わずにやってみるってことからね始めてみてほしいんだよね。そうダイエットとかもそうで、食事制限、その糖質ダイエットとかもあるけど、まずは普通に運動して、普通にちょっと食事の量を減らしてみる。そうするとちょっとずつ体脂が落ちていくと思うし、夜眠れないなって人はちょっと多めに運動してみるとか、シンプルに瞑想やってみるとか、ボディースキャンやってみるとか、それは昔から試されている方法だとね、そういったもの、昔からずっと使われている方法っていうのを試してみてください。そうするとずっとある方法っていうのは昔からあるなりに続くだけの意味合いがあって、やっぱりちょっと信用できたりもするんですよね、他のものに比べて。新しく出てきた方法っていうのは、その実験の方法とかそういったものも微妙だったりとか、いかんせん出てすぐのものだからどうなのっていうことがあったりとか、でもさっき言った通りずっと残ってるものっていうのは残るだけの理由があるから、それをねちょっとずつやってみてください。ただこの王道のものをやるときってなんか物足りないなとか、なんか効果薄いんじゃないのって、それは身近にありすぎて当たり前すぎて、例えばこういうふうに今歩いてますけど、歩くってこともそうだし、その歩くなんて当たり前じゃんって思っちゃう、呼吸するなんて当たり前じゃんとか、しっかりした食事とか当たり前じゃんって思っちゃう。でもその当たり前のことを当たり前に続けてほしいんですね。まずはそこからやってみてください。で呼吸もそうなんだけど、まずは呼吸トレーニングができないんだったら、きっとほとんどのことができないと思います。どこでもいつでもどこでも誰でもできる方法なのに、それを続けられないということは、他のそのテクニックのいる方法だとかだとうまくいかないというか、続けられないと思うんだよね。だからこそ簡単にできること、いつでもできること、誰にでもできること、でそして王道と言われるものを取り組んでみてほしいと思います。もちろんね、そのスパイスとして、飽きてきたなと思ったら新しい方法を試せばいいと思うし、今新しい方法を試していて結構うまくいってるんだよねっていう人はその方法でもいいと思います。いろいろこう試してみて、どんどんと自分に合いそうだなって思うものをね探していくっていうのも自分を元気にする方法の一つだと思うので、ぜひぜひ取り組んでみてください。あとは完璧を求めずにやるっていうこと、でも自分完璧を求めたいんだって、もっともっとやりたいんだって時はもっともっとやってみてください。それは人それぞれです。自分に合った方法とか人に合った方法とか、やっぱりあるんですよね。で世の中で言われている方法じゃなくても、自分はこれがめちゃくちゃ良かったなと思えばそれでいいわけですよね。でただおすすめなのは、
さっきも言った通り王道の方法、とりあえずずっと今も残ってるもの、それを試してみるってことをやってみてください。はい、そんな感じでまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。王道をね、やってみてください。